はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。マリオカートエイトデラックスやっていきます。最初のレースは、ここはどこだ？ここはね、なんとかガーデン、ルイージガーデン、ピーチガーデンじゃなかったね。ルイージガーデンじゃねえわ。あの後ろの、あれマリオか。ルイージもいたよな。あれ？あのさ、草の銅像ってさ、ルイージじゃなかったっけ？スタート地点から見たら。ちょっとわからない。さすが、でも、さすがに、見る場所が変わることによって、ルイージかマリオが変わることってそんなないから。俺の見間違いでした。西部でも見れるか。ここ入れ替えちゃうか。スター狙い。いやーもう、ファイアボールとか、まじ、消せよ、ほんとに。こいつやるわ。うん、そのファイアボール連打するからだよ。後ろ投げろ。このファイアボールは。いや、後ろ投げても、俺がやるときは違うよ。マリオだか。なんであれがルイージに見えたんだろう。なんか今止まってなかった。ちょっと止まるわ。ちっ、いや、あいつら、あの二人どっちかだよな。おい、あのキラー、キラーさ、もうやめよっかな。もう、何回避難したい？これゼロ枚。まだある。いや、無理だろ、これ。あ、それ止まったらダメだった。いや、もう使わないと交換できねえわ。もう交換できねえわ。使っても。今振れよ。引け、引け、引け。さっきサンダー振ったやつ。サンダー振らしたやつ誰だ？あのアメリカ人だろ、絶対。もうキラー持ち引くか。あ、でもコインをなんとか復活。いや、引くな。引いたらもう絶対正解。もうなんでダブルじゃねえんだよ。あ、ちょ、まだ、我慢。サンダーどうせ振らないんだよ。ここで使うわ。これダブル理解できないですよ。あれ？あ、事故ってるぞ。ダブル。いや、シングルも入れ替えられない？ひどすぎだろう。もうでも、もう一回ダブル取れる。食わないで俺のこと。もうこれマジでさ、俺投げて食んなよ。いや、もう一個取れる味。キー割りしたいね、キー割り。右取ろう。左人いっぱいいる。これ絶対取る。危ねえ。スター使うか、これな。キヨも使っちゃえ。5位とかまで行ったら結構頑張った方で。当たれ当たれ。バックスの当たりよ、お前。え？いや、最後一人抜かれたわ。まあ、6位か。最後裏、木の位置じゃなければ、まあ、5位。まあ、4位いけたね、多分。うん、それはアイテムが悪いわ。まあまあ、あそこの、めちゃくちゃ被弾したけどね。なんとかなったでしょう。で、次は、今のコースも高いコースっぽかったからね。高いもいけるコースだからな。いや、でもそうでもないか。わからない。はい。まあ、ピーチサーキット選びます。でね、なんか毎回同じ、似たようなコース走ってる気がする。このゲーム。悪いピンボールとか、全然走らないもんね。あれ。みんな、てか、三択のうちに悪いピンボール全然入ってない気がするわ。まず。悪いスタジアムはなんか意外と選ぶ人、今ちまいるって感じかな。多分全くやってないコースもね、多分あるんじゃないかな。このいつからだ？ 5 月からやってんだっけ、俺。これ毎日。いや、忘れたけど。最近はずっとやってるけどね。2、3レース。本当にやってないかさ、本当にやってないからね。で、この、今選ばれてるコースは、まあ、基本的に結構多いコースか。最近でもスノボやってないな。まあ、お願いします。ビーチサーキットでお願いします。お願いします。来い。よーし、ビーチサーキット。俺のミーと同じ髪型の人だったね。名前は誰だ？アイドルネット。アイドルネット。俺なんかメガネをつけて目つき超悪くしたような感じのミーだね。アイドルネット。アメリカ人。で、ここはちょっと後ろ下がるのもありだけど。ミー弱くね。なんかミーってなんか面白い。ミーで走るの。ここは下がります。で、このコインを3枚全部取る。ちゃんと道に設置されてるコインは全部取りたいんだけど、取られてるわ。
リッキーに取られたリッキー。他ダブルかさすがに。6枚。ああ、結構取られてる。インでもな、取れたな。ここアイテム持つか。取られてる。1枚しか持ってなかった。ここ2枚。1枚か、これな。これは俺はこのまま走ります。表スターで、行きたい。俺はね。表スターで、9位から、まあ、3高いな。リッキー後ろ投げんなよ。その、赤い球。ナイス。いや、でも、跳ね返ってくる。大丈夫だった。ここはどこで入れ替えかっていうと、後ろそこそこ離れてるからなぁ。やべ、間違った。ここで1枚、いや、ここで入れ替えて悪いなんだけど、我慢する。このキラーの裏がサンダーってことも結構あるから。前の人ないけどいいよ。なんか今、ルイジ消えたぞ。テルサ使ったわ。入れ替え、入れ1枚入れ替えでもスター使うわ。いや、ルイジ、早くサンダー降らすサンダー。俺はもう、キンキラーも入れ替えられないから。おい何してんのアホだろまあまあ、つい次1枚しか入れ替えられないから。しょうがないです。まあまあまあ、いいでしょ。これサンダー来ても問題はない。もう強い。これはダブル入れ替える？まあ、入れ替えるか。オウム兵どこ行った？なんか二人にも当たってたぞ、ここが。アイテム強い。これはもうね。これは、ルイジ持ってないよね。ここで俺はもう使っちゃう。入れ、アイテム入れ替えなしで使っちゃう。ここ使って、前出ます。ここ使って、2個使って、3個目使って、6! あまり伸びねえ。今日は6の日かもしかして。プラマイゼロ。6。これ6の日説濃厚だな。9しか取んなかった日もあったからね。マリオカート6デラックスにタイトル名つけて、あげるか。はい、で次は、どれもやだ。どれもやだ。バンクーバーバレーしかわからない。これお任せですね。これお任せ多いでしょ、さすがに。でも選ばないな。アメリカだからちょっとラグいのかな。今1位の人のミーなんか可愛いな。水色の髪で。服もちゃんと水色だわ。可愛らしい意味作るよね。ミーシャロはなんかインド人がいる。インド人と、インドでもいないよね。マリオカートやってる人。インドって見たことね。韓国、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパとかの方があって、ヨーロッパの主要国ぐらいしか見ないよな。もっとなんかマイナーな国やってもいいと思うんだけど。最近なんかとなんか旅してる、海外にね、旅行っていうかまあ旅に行ってるさ、YouTuber よく見るんだけど。Wi-Fi の速度、海外のなんかホテルとかの Wi-Fi の速度見てると、やっぱ遅いね。めちゃくちゃ遅いね。インドとか、本当に、結構遅かった。マリオカートですら多分できないと思う。いや、まあ、ここか。なんとも言えない。マリオスノーマウンテン。スイス、ペルー初めて見たかもしれない。今度、なんか生放送やろっかね。国外。海外の人でやるレースで、10カ国埋めるまで終われません。10カ国じゃ多分意外と簡単だ気がするな、でも。この3つのコインは取れるわけない。これを削りつけないです。はい。いや、あの、カナダ人やるわ。じゃ日本人の人ちょっとごめんね。インド人とは言って、申し訳ねえわ。申し訳なくねえな。あれなんでつけてんだろうね、あの機体にさ、プロポッチ、ホクロじゃないけど。なんかしら意味あるんだろう。ここどうしようもいかないな。今回人数少ないから6位じゃ、絶対レートマイナスになっちゃうから。これ6枚、ちょっと少ないな。なんで俺入れ替えない？てか、6位？いや、このレースの6位は低い方だ。ダメ。
ほら振りますね。これ6枚か。これさ、俺こっち側真ん中しか行ったことないからさ、よくわかんないんだよね。キノコつかなかったらこれ下ダブル取れるんだ。入れ替える必要あるよ、これ。アウト行って9割で、スター呼ぶわ、スター。キノイちゃったら切れる。ナイス。なんか赤持つだから、ちょっと、いや、キノコ1個でよかったな、ちょっと待って。アッパダブル入れ替え、キー割り。あれ、危ない、オッケーオッケー。まあ、スター使ってないから、まあ、よしよしよう。いや、ちょっと、どういう人が入んない。ひどい。ちょっとあのインド人兼日本人、オッケー、左手くれてありがとう。キンキの連打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 。6位いける、6位いけるぞ。6位、いや7か、惜しい。まあ6、3連中いけそうだったけど、ちょっとアイテム使えなかった、取れなかったのがひどかったです。ご視聴ありがとうございました。